マフィアランドに用事らしいわ。今日は戻らないって言ってたわ。リボンがいないと家が広く感じる。リボン、こんなに早く帰ってきたの？にしてくれると嬉しいわ。ありがとう、リボン。リボンのために今日は腕によりをかけて料理をするわ。どうしてそんなこと言うの？うまいわね。さすが愛するリボーンだわ。オーブンで焼けるまで一緒にテレビを見ましょう。映画はどうかしら。ラブストーリーね。あったわ、恋愛教師ラブヒットも。あら、どうして？リボン、そんなに私に気を使ってくれるなんて。リボンが私を本当に愛してくれて、私はとっても嬉しいわ。やっと私の一途な愛が実ったのね。キャオッソ。マフィアランドで会った知り合いが高速ジェット機で送ってくれたからすぐに帰れたぞ。リボンが二人、これは一体どういうことよ。お、お前、俺とウリ二つだな。そうだな、俺が偽物かもしれねえな。私、どうしたらいいかわからないわ。どっちが本物のリボーンなの？俺は偽物だ。わからないわ。そうだわ、私と二人で一緒に行った日本の庭園の名前を言って。の名前？そうよ、二人で一緒に行ったあの美しい庭園、名前忘れてないわよね。そうやって茶化すの、ひどいわ。動物園か、うまいこと言うな、お前。からかわないで。覚えてないから
そうやってごまかしてるの。ひどい。そっちのリボンはどうなの？思い出してほしいわ。10円だったか？ああ、100円だったかもな。ひどすぎるわ、二人とも。私はこんなにリボンを愛してるというのに。ひどい。行きまったな。お前、面白いやつだな。ギャグのセンスもなかなかいいぞ。俺はお前の正体なんてどうでもいいぞ。変装の名人から言わせてもらえば、まだまだ修行が足りないな。もっと修行してこい。俺が見破れないぐらいにな。んじゃ、俺は寝るじゃ。